それではスズキスウィッシュ、こちら125のスクーターなんですが、実際に足つきがどんな感じか、これからインプレしていきたいと思います。どうでしょうか。ご覧の通りですね、まあ、小さすぎず大きすぎずといったスクーターなんですけれども、まあ、横から見ると、今までのコンパクトな125のサイズということで、ですけど、まあ、ここの前のちょっとエッジが効いたようなデザインが少し大きめに見せているというようなデザインになっているかと思います。シート高なんですが760ということで、こちらのスタンダードのタイプは数字的にもそこまで高くないという感じなんですが、実際に近寄って見てみるとかなりシートはですね、まあしっかりとした面積の広いシートという形になっています。で前の方が、とんがっていて、で後ろに向かって、なだらかに広がっているというようなタイプのシートなんですが、それでは、いつもの通り私のスペック、161センチ身長あります。ですが足は短め、RS 太一公認の、普通の160センチぐらいの人より4センチ短いそうなんですが、ということで前に回ってみます。私の股上この辺なんですけれども、まあ、ちょうど、まあ、一緒とは言いませんが、そこまで高くないっていうのがお分かりいただけるかなと思います。じゃあ普通に乗るとき、まあ、大体サイドスタンド使うことが多いかと思いますので、このまま乗り込んでみます。ということで、まあ、さっきちょっと試乗したときにも気がついたんですが、なんとこのままですね、スッとちょっとかかと上げたらもうお尻が乗っかるというような感じの低さです。でこのまま足をもう入れてしまってスッと起こせるということで、これ車重がですね114キロでしたかね、すごく軽いんですよね。今ガソリン満タンなんですけれども、もう本当に手がいらないぐらいすごく軽いです。このままこう触れるような感じなので、まあ、スッとお尻から、まあ、それあんまりよろしくないですけど、スカートのままもスッと乗れて足もしまえると。でじゃあサイドスタンドを払うためには足を踏み替えたいんですが、足を踏み替えるときに両足だとどうかというと、まあ、私ぐらいの足の短さだとつま先、そうですね、ツンツンよりはもうちょっとつきます。足の母子球がしっかりつくぐらいの感じで、まあ、そんなにサスは沈み込まないですかね。ですけど、まあ、両足しっかりつきます。なので踏み替えって言っても、まあ単純に足出し入れすればつくっていう形ですね。そして、ここからサイドスタンド払いますが、サイドスタンド見るから短いんですけれども、もう足下ろした先に、ちょっとこう耳が出ていますので、そこからスッと払えばいいと。つま先が触りますし、膝曲げたまま出し入れできますね。超楽で、スプリングも硬すぎませんから、まあ、ちょっと触ったらスッと前に出ます。ということでサイドスタンドではこういう形でした。じゃあせっかくなんで、メインスタンドも立ててみようかなと思います。メインスタンドね、なかなか非力な女性だと、ついてても使わないよっていう方も多いかなと思うんですけれども、止める場所によっては使った方が良かったりしますので、ちょっとやってみます。あ、もうなんか手で起こすときも軽いですね。はい、で、リアブレーキかけまして、もう立った位置のすぐ足上げたところにメインスタンドがあります。で あんまり踏まないうちにもう地面に到達しますから、そして、ここから握る場所がね、なかなかスクーターだと掴む場所がなかったりするんですが、これは標準で、リアキャリアがついていまして、これはパイプなのでしっかり握れます。で握って引っ張る、あら簡単あら簡単、軽いですね。でも下ろすときがね重かったりしますので、まずはちょっとあんまり力入れずにさすがに押しただけで外れるようなやわなメインスタンドではないので、ちょっとだけ力入れます。あ、なんだろうな、短いです。
短いです。もう一回かけて、もしかしてすごい足踏んだだけでもスッと上がりますね。なんですけど下ろすときはやっぱちょっと反動なり力を少しかけて、だけどもあのなんですかね、短いんですね多分。なので すごい前に行っちゃったりしないので、もうスッと下に着地させますみたいなイメージです。楽、すっごい楽、足多分本当踏んだだけでメインスタンドかけられるので、やったことない人はスイッシュでねやってみるとちょっと達成感を味わえるかもしれませんね。ということで、じゃあまずは足つきをチェックしてみました。で、それでは鈴木スイッシュ普段の扱いはどうかということで、取り回しを今からチェックしてみたいと思います。もう見るからにですね、というかホイールベースが結構短いこのスクーターなので、まあ、とはいえですね原付き、125って結構あの悩むどころですよね。原付き 50cc と一緒の駐輪場とかでも、かたや自転車とごちゃごちゃ、狭いところに入っていかなきゃいけないとか、まあ、そういった時がありますので、なるべく小回りさせたいということで、今からですねフルロックでどのぐらいちっちゃく回れるか検証してみたいと思います。今目印代わりにペットボトルを置いていますけれども、こちら幅 2.5m、こちらの駐車場の規格のサイズということで、4輪が入るスペースがこういったサイズなんだそうです。ではフルロックで小回り、じゃあまずですね安全のためというか、今もうすごいハンドル切れるなあという印象があります。ちょっとじゃあバイク立てたまま、進めていきます。せーの、あもう全然あの今線に近寄らないぐらいだいぶちっちゃく回ってますよ。あギリやっぱりはみ出てはいますが、はい、ということでまあ 2.5m 以内ぐらいでこうちっちゃく、よいしょよいしょ、ちょっとはみ出ますねはみ出ますけれども、うん、だいぶでも他の、ちょっと大きめのサイズの125よりはちっちゃく回れてるのかな。じゃ今度はさらにおそらくちっちゃく回れるであろう、少し寝かし込んでやってみましょうかね。で、このスイッシュのいいところはやっぱ軽いところです。多分あの倒れちゃうところまで寝かせられると思うんですけど、まあ、こんぐらいですかね。せーのよ、あ、ね、やっぱさすがに寝かせるとだいぶ、よいしょ、ちょっと反対回りもしてみましょうかね。ということで、寝かせるとやっぱりあのだいぶちっちゃく回れてるかなと思うんですが、右側はどうかな。右側はね寝せれないんで、まあこのままですね、よいしょ、で右回り行ってみたいと思います。ハンドルフルロックでもう立てたまま行くしかないので行きますけど、もう軽いからあの何の不安感もないです。でちょっと手でこう押してあげたらスースッと、しかもこうバランスしてるの分かりますかね。あのよくあのバイクって指一本で立ちますみたいな話なんですけど、これは何の力入れなくてもこうバランスしちゃうんですよね楽ちんです。このちょっと指こうさ触ってるだけで立ってるという、なんかマジックみたいですけど、お楽です。でまあハンドルフルロックで回してきますが、さすがに 2.5m の枠には収まりませんけれども、まあ、もしこういった狭いところでねあの U ターンさせたいっていう時はご覧のように、まあ、ギリギリまで行ってまたフルロックで戻して
でフルロックで行ったらもう一回切り返したらいけちゃうみたいな、楽ちん、いいですね。こういったの使い勝手っていうのはやっぱり無意識であっても多少ね体力使えますから、いちいちよいしょってやるのはやっぱり疲れるんですよね。でもこのスウィッシュに関して言えば日常の使い勝手非常にいいんじゃないかなと思います。